大谷が一平から犯行を告白されて最初に発した言葉がこちら。ドジャースのタイラー・グラスノー投手が米メディアジョムボーイメディアが発信するポッドキャスト番組クリス・ローズ・ローテーションに出演し、大谷翔平選手の元通訳水原一平容疑者に関する一連の問題について言及、大きな話題を呼んでいる。水原容疑者は韓国で行われた開幕戦後、ロッカールーム内で大谷や他の選手、スタッフに対して自らの犯行を告白。当時の様子についてグラスノーは、告白直後、大谷が最初に口にした言葉は、僕の携帯を調べてくれ、といったニュアンスのことだったよと明かすと、僕たちから見ても、大谷が賭博に関わっていないことは明らかだったし、疑ってもいなかった、誰もが大谷をかばう姿勢を見せていたよと当時の心境を告白した。告白当時の生々しい様子を明かした同僚の発言は米国でも大きな話題に、グラスノーは、これから1年間、大谷はこの事件について質問を受け続けると思う。それでもなんとかできるはずだと明るい展望も示した。これは最適な行動。これなら自らが一連の事件に全く関わっていないということを周りも信用できるな。水原の告白を聞いた段階で、僕の携帯を調べてくれというのが第一声というのはすごいな。最終的には捜査機関に携帯を提出して潔白が証明されることになったわけだから。必死で潔白を証明しようとする姿が伺える。周りも信じようするのがまで良かった。これも大谷選手の人徳。こういう時に最適な行動を選択できるのが大谷のすごいところだわ。今になって思い返せば、記者会見の時、嘘や盗んだという言葉を強い口調で言ってたのは確信だったからなんだなと改めて思う。大谷はこんな事件に巻き込まれた人としては稀有なほど適切に行動している。日頃の行いもあると思うけど、これだけちゃんと行動してたらそりゃチームメイトから信頼される。普段の行いを見ているから信頼されるんだろうし、実際やっていなかった、過ごした時間は短くても大谷という人についてチームメイトも理解していたんだと思う。アメリカのメディアではまだ大谷が関わっていると疑っていたりするけど心配なさそうやね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。